お久しぶりです。その手です。本当にお久しぶりになってしまって、あれですが、ちょっとうちのユージさんが、ゲーム実況をちょっと始めたということで、ちょっと動画をですね、まだ見てないんですけど、ちょっと見て、リアクションしてみたいと思います。スタート。おはようございます。またまたお久しぶりでございます。外来語っていうか、カタカナ NG って感じ？そうだね。どうま、しようこれ、か。動画やばいのとかは OK。時間が見えてるかなるほど。マジとかも OK。どのタイミングで OK は外ダ来語、カタカナ言っちゃうかっていうメ。断 のではダメ。が分かっちゃダメっす。なるほどね。でも、本当正直、擬音ぐらい。はい。これ銀髪なぐらは OK っす。それなんか、デビルメイクくらいの方でこれ、もいいカかタな。カナ避けるためこのスに、レッズじゃないから。なんか言い換固えると、有なんか名よ詞り、もそれ全部によっ引てく分んからで、なくなるそうです。カタことカナがあ以るかも外しはれない。NG と。NG っす。はい。なかなかですね。そまあ、う。デビルメイクらいやったことないかデビルメイクライ3は基本、外から用意スタートって言った瞬間、もう一気に日常会話に だって、イントロダクションそういう3形分で。そういうで、形で。はい。まあ、そうやっぱあと1分しかない、黙るのよくないユウよさん。ないそうだね。喋り、常に喋り続けながらやる。で、私は誘導していくの。怖 はい。さあ、どうなるのどうかなるか。プレイステーション2。あ、でもこ古のい画ゲー面ムはだよね、ね、プレス使テ2っ用てすね。る。ちょっと今時総合の的に流行ってるゲームでは全強い。然ない。この後ろけにね、ど、画面まあがこれカ映タるカのナかがな。散りばめられてるっていうことでこのゲームを選んだのかな。あ、そうだ。音聞こえない。ヘッドホンしないと。しかも、ああ、それデでわビル、かんない。早終わんの。ゲーム始まってないじゃん、ユウさん。やばいってこれ。はい、というわけで始めました。第2回でございます。はい。はい。早っ。移行する前に終わったという。またこの画面からですか、リュウさん。とんでもないボンミスというか、でも、とんでもないです。多分こういうのが出てくるんだろうなって感じだけど、そうして。まあ、3分まずは25秒。さすがに、ゲームぐらい始めたいんで。あ、ムービーはどうするもうこの画面もういいです、リュウさん。もう。この画面もう見飽きました、もう。あ、でも、始めてください。読むか。まあ、どっち続きが、っていうか、デビルメイクライ3のゲーム画面が見たいです。どっち、用意、スタート。よっしなんゃー、でまた始まり3なんまだろうした。な、ワン、ツーじゃなくて。まずはね、タイトルまで見たいよね。せめてね、せめて見ないと。そうそう。だって、始まったなって感じしないから。そうさすがにね。ちょいちょい出るこのノーシグナル気になるの。まあ、デビルメイクライシリーズのいいところは、オープニングかっこいいっす、ね。ああ、かっこいいね。ああ、そうそうそう。どんな感じだったかちょっとあれだけど。ああ、懐かしい。マジで懐かしい、これ。プレステ2って感じやなぁ。いや、わかりますよ。あれ、暗くなった。おし。これもめちゃくちゃね、考察したよ、このシーンとかも。はい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 。そうそうそう。ん？シーンは？シーンはセーフ。日本語字幕出ないな。ちなみに私はね、音声は聞こえてない状態。あ、そうだね。はい。うん、すごく、うん、どんな感じだったっけこれ。なんかね、あの女の人の、あの、はい、解説みたいなのが入ってる、すごい。多分なんかおそらくその言わないようにしてる、言わないように。まあ、あのね、あのリベリウム。あ、そうそうそう、反逆者っていう。なんでそれ。かっこいいっすよね。かっこいいね、これ。あー、ショッキングだー。もおい。というわけで始まりました。第3回目でございます。ゲーム実況ということで。はい。はい。今日もやっていきましょうか。はい。うん。前回ムービーの途中で終わったよ、ゆうさん。オープニングムービーですね。あー、うん、グロテスクみたいな感じです。しかも、なんか、シーンって、あっ、割と自爆じゃない？それだったそう。ダンテとかスパーダとか言わないようにしてたのに、まさかの普通にボソッ。こっちか。スタート。さあ、始まりました。さあさあさあ。もう、これ、もう一回同じムービー。これきついなぁ。もう一回同じの見んのか。わあ、やっとタイトル来たな。来た来た来た。このね、はい、新規開拓から新規開拓始めていこうと思います。はい、はい、新規開拓ね。ニューゲームってことですね。
新規開拓。はい。うん。一回ちょっと設定見よう。設定見よう。OK。まあ、オプションもね、オプション設定と言い換えて。日本語じゃないと。この変換してる時のこの間が開くのが面白い。ちょっと画面ちっちゃいけど、この変換した時のユージさんの顔が面白いですね。俺何も読めねえじゃん。そしたら変えなかったよね、確か、うん、じゃこれはあれか、日本語でいいか。なかなかゲーム始まんないね。なかなかゲーム始まりませんね。あ、ダメだダメだこれ。何もわからん。そうなんだ、はい、あ、なるほど。じゃあ、私が一応、ジャッジメントタイム終わり。バカ野郎見つけた。早い、早い、早い。結局、まだゲームやってないじゃん、設定画面で。やばいっすね、V はこれ。これきつい。だって、うん、あ、ごめんなさい。あ、もうシャープ4まで来ましたね。あ、そうだ。1個の動画が短いから、はい、すぐ忘れちゃいそう。一応ね、今回は、シャープ6まで見ようかなと。スパッドとかはセーブ。あー、さあ、さあ、現地開拓から、はい、あ、オプションを。あでしょ、パオン。さあ、というわけで、本日。なんか本当に飛んで火にいるみたいな、こう夏の虫じゃないけど、なんかこのカタカナを踏みに行っちゃうよな。この前置きもささっとさっさと始めちゃえばいいのに。そうっすね。なんでさっきもやっぱシーン、え、これはこれカウント、ダメかもしれない。これカウントか。待って、もうやばいよ。ゲーム始まってないじゃん。今ゲームと関係ないじゃん。もうシャープ6でまだゲーム始まってないぜ。ちょっといいっすよ、じゃあ攻めの喋らない部分はね、ちょっとスタートさせたいですか。攻めの、あ、喋るとね、そのカタカナ言ってしまう可能性が上がるからってことね。さあ、というわけで何回やるんだ。またお会いしましたね、皆さん。ずっとこの画面なんで。いつも背景も全部一緒。この画面なんで。というわけで、今日も、うん、攻めのね、守り、攻めの守り、ちょっとゲーム見たいよ。守りでいいから、ちょっとゲーム見たいっすよ。攻撃は最大の防御。あ、攻撃、うん、ゲームが進んでいくから。確かに、そう。ゆっくり喋って、そう。素早く。そう。イエス。遊びが。やってんだよ、ゲームやってくれよ早く。終わりだわ6。